早速ですが、今回はロシアがウクライナへの100発を超えるミサイル攻撃を迎撃したナサムスと AIM-120 を詳しく見ていきますね。アメリカが追加供与を決定していますし、ナサムスはホワイトハウスも守っているんですね。知ってましたか？ロシアのミサイルを半数近く迎撃している優れものです。日本へも導入が急がれます。ミサイルも AIM-120 がすごかった。話も同時にお伝えしますね。お時間分けていただき、ありがとうございます。2022年10月8日、クリミア半島とロシアとを結ぶ、ケルチ海峡に位置するクリミア大橋において、夜間に大きな爆発が発生。監視カメラ等の映像から、その直後の様子が、日本のマスメディアでも紹介され、爆発の大きさに驚かされた。このクリミア大橋での爆発は、4車線中の片側2車線の自動車用の道路で発生した模様で、外側の2車線部分に2箇所の崩落を引き起こし、そこで生じた火炎が並走する鉄道路線側にも燃え移り、停車していた貨車に引火したもののようだ。この攻撃を仕掛けた勢力や使用された兵器等について、ウクライナ側では何にも公式な見解を披露していないが、ロシア側は時を置かずしてウクライナ側が仕掛けたテロ行為だと一方的に断定、関係者 U を拘束して調査中だとした。ロシア側はトラックに仕掛けられていた爆発物が今回の事態を引き起こした原因であるとし、そのトラックがクリミア大橋に至るまでの移動ルート等をもっともらしく発表したが、複数の NATO 加盟国を経由している等、甚だ信憑性は薄い。しかし、このクリミア大橋への攻撃に関して、ウクライナ側からの正式な見解が示されない事態から、ウクライナを支援する側の人々の中でも、犯行の主体がウクライナ側とする説と、ロシアの自作自演とする説とに、大きく二分されている。今後、このロシア・ウクライナ戦争が、何らかの形で終了を見たとしても、また、仮に、完全に、ウクライナが、そばの勝利で幕を閉じたとしても、今回の攻撃の全容が開示されない可能性も高く、もっと先まで事実は判明しないのかもしれない。ただし、ウクライナを支持する側の一部で、ロシアの自作自演を声高に叫ぶ勢力がいる現状を見れば、安易な陰謀論の拡散に寄与しているようにしか見えず、ロシア・ウクライナ戦争の開戦以来、ロシア側が得意としている分野に自ら関与している感もある。さて、ロシア側は、今回のクリミア大橋の事態を、ウクライナ側からのテロ工作だと、一方的に決めつけて、その報復攻撃と称して、ウクライナの、多数の都市部やインフラに対して、各種のミサイル等による、無差別な爆撃を行った。さらに、ロシアは、こうした各種のミサイル攻撃に加え、先頃イランから、入手した自爆型の大型の無人航空機、シャヘッド136による攻撃を激増させており、冬を前に、ウクライナの電力インフラを麻痺させる意図を持って、これを推進しているようだ。こうしたシャヘッド136等の無人航空機に対して、ウクライナ側の警察官らが装備していた、拳銃や自動小銃を駆使して撃墜するといった、珍しい映像も、インターネット上では確認できるが、やはり、抜本的な防空体制の強化が望まれる。ウクライナに対して、最大の兵器援助を継続中のアメリカは、すでに、この防空体制の分野についても、供与を確定させているものとして、自国のホワイトハウスの防衛にも使用しているナサムス、地対空ミサイル8機を送る方針を示していた。しかし、
今回のウクライナへの各種のミサイル、無人攻撃機による民間インフラを含む無差別攻撃を受けて、アメリカは全8機をウクライナへ供与する中から、2機をさらに供与する時期を早めると、この10月11日に発表するに至った。これは、アメリカの国家安全保障会議に所属しているカービー戦略広報担当調整官が明らかにした内容であり、明確な期日にまでは言及されなかったものの、このコメントを見れば、ごく近日中に実行に移されることは、まず間違いないだろう。ウクライナでは、ゼレンスキー大統領自らが、ロシアからの攻撃の激化によって、国内の電力インフラ網のおよそ3割にも、損害が生じていることを認めており、計画停電の実施と節電を呼びかけていることからも、事態の深刻さが伺える。これまでのロシア・ウクライナ戦争では、ウクライナ・ロシアの双方ともが、敵の防空ミサイルシステムの排除を行えていなかったため、戦闘攻撃機や戦闘爆撃機による攻撃も決して多くはなかったが、既存の防空システムでは、無人機への対応までは困難なようだ。地対空ミサイルのナサムスは、ノルウェーとアメリカとが、共同で開発を行った兵器であり、かつて、アメリカのヒューズテクノロジー社、現在は、レイセオンテクノロジー社が吸収が開発した、航空機用の対空ミサイル AIM-120、アムルームを本体に使用している。ノルウェー側からは、同国の軍需企業大手のコングスベルグディフェンス&エアロスペース社が参画し、同社は F-35 ライトニング2のウェポンベイに、搭載可能な JSM、ジョイントストライクミサイルの開発企業としても世界的にも著名な企業である。ナサムスは、アメリカ製の対空レーダーである AN/MPQ-64、ノルウェー製の BMC-4i システム、そして、前述の対空ミサイル AIM-120、アムルームを組み合わせた、中高度での敵の航空機等の排除を目的とした、防空ミサイルシステム全体のことを示す名称である。ナサムスは、ミサイル本体である AIM-120、アムルームを収納する発射機、対空レーダーの AN/MPQ-64 など構成する要素単位に分散されており、これらをネットワーク通信で接続することで、有機的に機能することとなる中、高度向けの防空システムだ。ナサムスのミサイル本体の AIM-120、アムルームは、総重量が 161.5kg、全長が 3.65m、直径が 17cm で、弾頭部には 20.5kg の削薬が充填されており、最大での射程距離は、およそ 25km ほどとされている。AIM-120、アムルームの攻撃方法は、敵目標に直接本体を衝突させる手法と、目標の周囲で近接信管によって爆発し、その破片で攻撃するという二通りの運用が可能で、これによって目標物の迎撃の精度を向上させていることが特徴である。また現在のロシア・ウクライナ戦争においては、前述したように、イラン製の大型の無人航空機、シャヘッド136が、ロシアに提供されて、ウクライナへの攻撃に使用されており、イラン自体は、公式にこれを認めてはいないが撃墜された機体から見て、疑いの余地はない。イラン自体も、必ずしも、ロシア寄りの姿勢を貫く国家とは、言い難い面もあるが、反アメリカ、反イスラエルという、大枠では、ロシアと利害関係が一致しており、今回の無人航空機、シャヘッド136を融通するという、政治的な判断を下したものと想定される。このことは、中東において、イランと激しく対立するイスラエルにも、影響を及ぼす可能性も示唆されており、イランが、ここまでロシアに肩入れするのならば、これまで比較的に中立的だったイスラエルは、ウクライナへの支援に回る公算が出てきたとする見方だ。
イスラエルは、無人機を含む、航空機や誘導ミサイル、それらに加えて、迫撃砲やロケット弾といった火砲の砲弾すら迎撃することが可能な、アイアンドームと呼ばれる防空システムを有しているため、これがウクライナに提供されれば、飛躍的な防空能力の向上につながる。未だ、イスラエルが、このアイアンドームをウクライナに供与するか否かは、不透明ではあるが、ゼレンスキー大統領自身が、名指しで、その提供を訴えている兵器システムで、あもあり、イランの今後の対応以下で、この動きも本格化するかもしれない。ただし、アイアンドームは、火砲の砲弾すら迎撃する能力を有しているがゆえに、自らの砲弾のコストが、それらの砲弾を大幅に上回るという、経済合理性の点には、反する兵器でもあり、韓国が導入を躊躇していることも事実ではある。